体操男子、吉祥の五輪前年世界部位。エース橋本大輝、個人の金メダルより全然嬉しさが違う。体操世界選手権第4日、3日、ベルギー、アントワープ。男子団体総合決勝で、千葉健太、橋本大輝、茅か馬南和樹杉本海ホマレトで臨んだ日本は、合計255.594点で、金メダルに輝いた。 世界選手権の団体制覇は2015年グラス号大会以来8年ぶり2位は253.794点の中国3位は252.428点で米国が続いたエースの橋本は釣り輪を除く5種目に出場鉄棒で14.366点アンバでも14.266点をマークするなど頂点に貢献した 21年東京五輪22年世界選手権で個人総合を制したが団体総合の世界タイトルは自身初めて個人総合は金を取っても団体金は取れていなかった個人の金メダルより全然嬉しさが違うと喜びをかみしめた今大会は12年ロンドン16年リオ五輪で個人総合2連覇の内村航平さんがコーチとして帯同 僕しか経験していないことがあると知見を選手に注いだ。大会で使用する器具に対応する感覚をアドバイスするなど、選手と細やかにコミュニケーションをとって自身がエースだった15年グラスゴー大会以来の団体金メダルを支えた。 ミワの徹底が直前に左肩を負傷し、補欠から出場した杉本海誉れとも平行棒で14.833点をマークして貢献し、選手層の厚さも示した。24年パリ五輪前年の世界選手権で優勝。ただ、宿敵の中国は21年世界選手権、個人総合王者の超広瀬久志ら主力が自国開催の公州アジア大会に参戦して不在。 パリの頂点へはさらなるレベルアップが求められる。五輪前年の15年グラス号大会を制し、翌年16年リオ大会の金メダルを手にしたサクセスロードを再現したい。